なんやろね。なんかよくわかんないな。まあでもとりあえずですね、今日は仕事が終わって、でも本当に今日なんかめっちゃ疲れちゃって、私なんかさ、朝さ今日6時に起きたんだけどさ、メイクして、でまあ朝123でオンラインお話し会したじゃん。でさ、ずっと画面を見てたわけじゃん。だからなんか目が疲れちゃったっぽくて、すごい、そう、久しぶりだったじゃんオンラインも。だからなんか目が疲れちゃったっぽくて、なんかでそのオンラインが終わったらすぐ稽古に行ったの、マジですぐ。なんか本当は時間あればワンチャン15分ぐらいショールームしたいなと思ったんだけど、マジそんなこと言ってられなくて、そのままもう片付けてバーって稽古行っちゃったんだけど、なんかさ稽古でさ頭使うじゃん、台本全然台本覚えられてなくてさ、本当にみんなちゃんと覚えてきててさ、まあ、たまにちょっと詰まるとかあったかもしれないけどさ、ちゃんと覚えてきててさ、やばいやばいやばいって思いながらさ、やばいやばいって思いながら今日終わったんだけどさ、なんかめっちゃね目が本当に疲れちゃってて、なんかグーだからショールームとは違いますけど、ショールームみたいに15分で済むわけじゃないじゃないですか、123部だから。そう、そのショールームみたいに15分で終われば全然それは疲れないですけど、なんかめっちゃ目が疲れちゃって、なんか稽古してる時もすごい目がなんかなんていうの、重いっていうか、なんか目がなんかこんな感じになっちゃうくて、そうめっちゃ目が今日は疲れてんなと思って、そしたらねやっぱ眼球疲労っていうんですかね、頭がね痛くなってきちゃってね、目、私コンタクトつけてるから多分余計にね目がね疲れちゃうんですよ。でも今日本当に眠くて、マジ絶対に今日早く寝ようって思いました。なんか目閉じたら寝ちゃうんですよ、マジで。本当最近の私目閉じたら寝ちゃうくて、めちゃめちゃ気をつけてるんですけど、そう今日も絶対早く寝ます。てかまとめたいし、もうね眼球疲労がねきついんだよなって感じ、目がね重たくて、だからもう本当に寝ます。絶対今日も絶対、なんかこの後でもね本当に全然頭動いてなくて、自分でも頭動いてないなって思うぐらい頭が動いてないんだけど、なんか今日なんか武道館のことを逆にやってなくて絶対忘れてる。あ、タワーだ、ニケオさんだ、ニケオさん、赤ずきんちゃん、くまさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。そうだからなんか今日なんか帰って武道館のなんかあの武道館のねやつをあのやってる、あのね絶対忘れてんの、なんかこんだけ舞台のセリフって言って詰めたら絶対何か抜けるんですよ。おーびっくりした、今ショールームしてる、ごめんなさい。あのなんか絶対抜けるんですよね、なんか舞台の台本を覚えるとこの武道館のが抜けちゃって、で武道館の入れると舞台の台本が抜けちゃうので、なんか今日も舞台の稽古やって、でだからなんか家帰って、まあ、武道館のをやらないとやばいなって思ったの。もう日にちないじゃん、だからさすがにやばいなって思ったんだけど、なんか思ったんだけど、なんかちょっと今日はもうダメだわ、なんか頭がもう疲れちゃってて、なんかこんなんでやっても絶対入んないから、もう今日はとりあえずショールーム終わったらお風呂に入ろうっていうのだけ。でも早く寝て、明日もね一部からなんで6時に起きるないとダメなんですよ。なんかもう最近6時に起きすぎててやばいんやけど、でも最近ここ数日ずっとまあ6時に起きてるんですけど、6時でピピってなるとパッて起きれてたのが最近またそれがだいぶきつくなってきちゃってて、もうそれ6時に起きるっていうことがきつくなってきちゃってて、そう
だからなんかやばいって思ったの。あ、やばいみたいな、本当にちょっとやばくなってきてるな自分と思って、だからもう今日やろうと思ったんですけど、この後なんかやろうと思ったんですけど、いやこれやっても意味ないなって思って、絶対多分やってもまた頭から抜けていくだけであって、これは意味がないと思って、ちゃんと意識がしてる時にやらないとダメだなと思ったから、なんかとりあえず寝る前に台本をバーッと読むんですよ。なんか寝る前に、私本当に思うんですけど、寝る前に台本読むと次の日起きると完璧には覚えられてないんですけど、ニュアンスぼやっとした形ぐらいだけはだとやっぱちょっと頭に入るんですね。やっぱ人って寝ないとダメだなって思いました。なんか人って寝てる間にそう見たものが脳内で整理されていくんだなって思ったから、なんか本当は8時間寝るのが一番いいんだって。だけどまあそれが無理だから8時間も寝てられないから、8時間も寝るんだったらさ、10時には寝ないといけないからさ、無理、風呂にも入ってないし、まだだから12時1時までには絶対遅くても寝ようと思って、最近1時とかには絶対寝てて、で6時に起きてみたいな、5時間しか寝てないんですけど、まあでもなんか最低限そこはと思ってやってるんですけど、マジで本当に、寝るのって大切やなって思いました。うん、台本寝る前にこうやってバーって見て起きて、ちゃんとは覚えてないけどぼやーっと形だけ覚えられてるんですよ。だからやっぱり睡眠って本当にみんな大切やから、なんか徹夜とかってほんまによろしくないんやなってめちゃくちゃ思いました。でもね、武道館のね立ち位置だけはね、何回寝る前に見ても覚えられないんですよね。なんかね、もうねこうやってねテストみたいにね、何十点何号とか何十点二号とかで頭が何番で次が何番で次が何番でみたいなね、やってるの寝る前に。だけどなんか立ち位置だけはやっぱりなんか立たないと覚えられないのか、なんか数字としては覚えられるんですけど、実際じゃあ動くってなるとってなっちゃうのね。やっぱ立たないとね覚えられないんだなって、めっちゃ思う。でも逆にだから立てる番号に立てる楽曲は覚えてるんですよ。そうだからやっぱ立てないリハ、あのレッスン上で立てないもう十何番っていう数字はやっぱ立たないと覚えられないなっていうのは、なんか本当にこの極地で身に染みて思って、そう身に染みて思いましたね。カンペ作りたいぐらい本番に。なんかカンペ作りたい、マジでこうやってなんかさ手にさ書こうかな。でもこうやってやった時数字がバーって並んでたらやばいもんね。無理だね、それは無理だね。腕とかもねダメだもんね。ねえ、やばいよね。明日服どうしよっかな。ねえ、やばいよね。ねえ、ほんとにね。書いちゃおうかなーとか言ってる、うん、でも迷子になる自信しかないな今回なんか。とりあえずもう3 days だから1日目のやつはもうその時バーって覚えて、2日目になったら全部記憶抹消して、2日目ってなって2日目終わったら全部記憶消して3日目みたいな、うん、なんかそういう、もうそうしていかないとね3日間全部はねもう一気にね覚えられないね。
だからなんかもう最近頭を使ってるから、なんか多分私こんなに頭使ってんのめったにないんだけど、なんか本当に昔の8で4公演やった時みたいな、言うてもあの時2つ分だったからな、今回ほどじゃないんだよなとかって思うとね、なかなかまあちょっとあれなんだけどさ、なんか本当にね、なんかね、あのね、記憶ないもん。逆にすぐ記憶なくなっちゃう記憶なくなっちゃうし、脳が動いてないせいか、なんかすぐ何言ったっけなとか何やったっけなって思い出せなくて、私なんかその今回のオンライン話し会もそうだけど、なんかなんとかだったよねって言われてもマジで思い出せなくて、みたいな、頭がね動いてないんだと思う多分。もうそう、今日のオンライン話し会とかでもさ、こうなんとかかねって言ってくれたんだけど、なんか本当に思い出せなくてなんかあの思い出せなくて、いやちょっと覚えてない思い出せないって結構言っちゃったんだけど、そうなんか、いや丸々のさみたいな、なんかファンイベだったりとかさやったんだけどさ、そんなすぐに寝ててこないのよ、ちょっと待ってね思い出すよみたいなそうそうなのね、なんかねやばいのよマジで、頭が動いてないんだなって思っちゃって、そうだからまあ明日のオンライン話し会もなんかちょっとあんま思い出せなかったらごめんなさいみたいなのでも終わっちゃうかもしんない。あ、やば、うち疲労回復のドリンク買おうと思ったのに忘れちゃった。ちょマジでそういうの飲まないとね、やばいからやっていけないからね。やばい、買うの忘れたね。ほらこうやって忘れんの、買って帰ろうって思ったやん稽古終わった時にぼーっとしてんだよな多分帰ってくる道。あー忘れたうえん、忘れた。しかも食べてるもんが不健康だから余計だろうな、あかんわほんと。くそ、こういう時にさママとかがいればさ、素敵なご飯食べさせてくれてさ、食でもちょっとはさあれしたのにさ、こういう時だよね、親のいないとこに住んでるって大変、親のサポート受けられないの大変、やばい、マジこういう時きついなって思っちゃう。やっぱ誰、あの身の回りのことを誰かがしてくれるって、あの忙しい時にはめちゃくちゃ助かるんだなって、本当にね、こう忙しくなると毎度毎度思うんだよ。ああ実家に住んでたらなーって毎回思っちゃうんだよね。そう、実家に、ああ実家に住みたいってめっちゃ思うの。暇な時は全部自分でできるじゃん、うちだって自炊もしてるしさ、家事とかもできるんだけどさ、忙しくないとやっぱね、わ親親ってだよね そこのサポートあるないとではだいぶ違う。だって疲れてても自分でやんないといけないじゃん、結局一人暮らしとかだとね。そこがあるないとだいぶ違うよね。よし、15分経ったんでそろそろ終了にしようかな。今日こそは絶対早く寝る。もう9時36分じゃん、やばい、もう10時になっちゃう。もう絶対早く寝るね今日は。なんか今日結構テンション低いって、朝第一発目だったんだけど、後半はね頑張ってギア自分なりに上げてみたんだけど、朝一発目なんかもう本当に疲れちゃっててなんか自分では頑張ってたつもりなんだけど、朝一発目の一部の最初の方の人とかにはなんかテンション低いねって言われちゃってなんか自分では頑張ってるつもりだったんだけど、まあ、後半はね結構頑張ってテンション高めな感じで行っ
ったつもりではあるんだけど、なんかちょっと私一回寝てられたんで、明日一部からの、また一部からなんですけど、頑張ります。頑張ります。でもほとんど目が開いてなかった気がするな。なんかもう眼球がね疲れちゃってて、昨日、今日か。で、あとなんかの、あ、そう、来てく、今日あのもうな、あ、ちょっと待ってね、あのあーもう無理、頭痛い、今日目が疲れてるから眼球から来る頭痛さがねやばいんだよね。久しぶりに頭痛くなって、ね、今日オッタタクシーのビジュアルが公開されたんですよ。なのでぜひ皆さんよかったらチェックしてください。前回とはまた違う感じのねビジュアルになってます。私ストレートヘアで、ちなみに担当カラーはブルーです。今回の担当カラーはブルーです。ライブの衣装はパープルなんだけど、でも担当カラーはあのブルーです。なんか多分パープルはね、あの子、板垣ちゃんじゃなくて、稲垣ちゃんじゃなくて、あのツインテールの子がパープルなのかな。あれ、公式の人の、公式のやつのハートの色って何になってたかな。でも私3等から今回ブルーなんですよ。なんでペンラは多分ブルー振ってくれたら嬉しいかなって思ってます。そうで、ビジュアル公開されましたっていうのと、そうと、あとね、あ、森永さんのねやつね、みんなね結構ゲットしてくれて、うちのマミーもめちゃくちゃさ、あのドリンクあるじゃん、あれめっちゃ色の種類の買ってたしさ、そのこのビフィズ好きのやつもね、ママもめっちゃ買ってくれててね、みんなもね買ってくれてて、すごく嬉しかった。あの再生回数が今の伸び悩んでるらしいんでね、よかったら、あの結構多分森永さんもね、再生回数とかツイッターの評判とか結構見てくださってるっぽいので、よかったら皆さんぜひよろしくお願いしますって感じで。そうですね、私ね飲んでるんですけど、みんなとはちょっと違うくて、なんか私は粉っていうんですかね、これをいただいたんですよ。あのドリンクのやつは多分賞味期限とかがあるから、あのダメじゃないですか、一気に渡せないっていうことで、多分あのこちらのね、この粉タイプをいただいて、これあのこうやって一本こう包装になってて、でこういう水とかに混ぜるんですけど、私もいつもこれを飲み物とかに混ぜて溶かして飲んでます。これいただきました。私はこれもね、あの全然別に癖とかそこまでなくて、全然水とかにの入れての、私はあの毎日飲んでます。これ何本入る、30本入りなんで、1日3つぐらいが目安なので、1本ぐらいしか飲んでないですけど、これ私は飲んでます。でも私ドリンクの方も飲んでるんですけど、ドリンクの方も美味しいですね。私はドリンクの方が好きかも、普通に。はい、じゃあそんなわけで、あとなんだ、あ、ハロウィンの生写真が販売になったんで、皆さんよかったらそれもチェックしてください。はい、それもチェックしてください、よろしくお願いします。あと何だろうね、なんかいろいろあるんだけど、ちょっとあんま思い出せないや、なんかちょっとあんま頭が動いてないな、もうダメだ、終了にするわ。終了にします。よし、13ピアノマンさん、12シガーさん、そしてナンティさん、12シンドさん、9017さん、今日お話しありがとう、明日もよろしくね、だって待ってます。8ヤングさん、明日もよろしく、だって待ってる。7位サーモスさん、お話しありがとう、ホークス負けちゃった、そうなの、今日ロッテが勝ちましたね。2-6か2なんぼで負けましたね。さっきツイッター見てたら流れてきてて、そうなんですよね。なんか最後近藤さんが失礼したんですけど、なんか得点につなげられなかったですって書いてた。ああ、悲しいですね。全然最近野球見れてなさすぎて、もう本当悲しいです。そんな余裕がなさすぎて。ああ、悲しいね。6位近石さんが、あきちゃさん、ゆずかの卒業発表ないと、ねえ、そう、さっきツイッターで見ました、それも。卒業発表しましたって流れてて、ええー、と思って。
ねえ、本当に。もうどんどんやめちゃうじゃん。もうやめてよ、みんな。寂しいよ。よい、マーニャンさん、サンヒデーキさん、ツインテール可愛すぎて大好きだって、ありがとう。そして今日のじゃあ、あ、だ、だ、い、だ、今日の第2は、おーちゃんです。そして今日の第1は、ニケアさんです。お話しありがとう、ツインテール可愛かったわー。ありがとうございます。そう、今日は、ツインテールにしますっていうふうに売り、最初に、販売になった時にね、言ったんで、今日ツインテールにしたんですけど、ちょっともうね、割れ目、なんか頭痛すぎて、多分ね、ツインテールにしてたから、ここの割れ目でね、こう引っ張られてて頭が痛くなるっていうのもあったんですよ。だからちょっともう取っちゃったんですけど、いや、ツインテール、あ、私まだ写真載せてない、今日のやつ。ごめん、ちょっともう、ごめんね、動かす余裕がなくて、とりあえずオートタクシーのやつの宣伝はしたんだよ。宣伝はしたんだけど、今日のオンラインお話会ありがとうございましたっていうのをまだツイートしなくて、後でします。後でします。ちょっと待っててください。 というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日のオンラインお話会1、2、3部なんでね、そちらもお待ちしていますので、皆さん明日もぜひ私に会いに来てください。それじゃあ、みんなまた明日会いましょう。バイバーイ。